美味しいです。美味しいですか、はい、嬉しいです。このおしゃれな感じに合う味。あ、本当ですか、はい、そんな感じしますね。奥さんのどんなとこが好きですか。もう全てのことを。あ、ダメです。あの、全てじゃダメです。やっぱりちゃんと一個ずつ言っていかないと。ですけど、はい、今回喫茶店を訪れるのは大学時代を大阪で過ごした謎に包まれるソロミュージシャン、マハラージャン。こんにちは、マハラージャンです。堺東の住宅街に来てます。雨です。雨でも元気にちょっとね、ここにあのカフェがあるということで、ここですね。めちゃめちゃおしゃれで素敵なお店なんですけど、早速入ってみましょう、はい、こんにちは。どうぞ。失礼します。こんにちは。こんにちは、失礼します。すごい素敵なお店ですね。あ、ありがとうございます。めっちゃおしゃれな堺東の住宅街に佇むエグリントンカフェ&スタジオ。親しみやすい店主と自家製のメニューが評判の地元の人でにぎわう喫茶店です。じゃあ、すみさん、早速なんですけど、はい、あのおすすめのドリンクをあの教えてもらいたいんですけど、どれがおすすめですか。そうですね、まず一番初めはあのドリップコーヒーが一番私のお店ではおすすめしているコーヒーですね、はいはい、じゃあのドリップコーヒーお願いします。はい、大丈夫ですかね、はい、はい、ありがとうございます。お願いします、はい、住宅街の真ん中にあの突如すごい素敵なカフェがあってびっくりしたんですけど、はい、これいつからやられてるんですか。こちらは、去年の4月。あ、そうなんですね、はい、で結構じゃあ新しいお店なんですね。そうなんです、1年ちょうど1年経った、はい、ぐらいです、お店のお名前はこれはエグリントンって読めばいいですか。エグリントンで大丈夫です。エグリントンって言うんです、はい、これどういう意味なんですか。ですね、エグリントンっていうあのカナダに駅があるんですね、ステーションがありまして、カナダに留学してたことがありまして、はい、でその際にあの主人も留学してまして、はい、で韓国人なんですけども、あの日本と韓国でお互いカナダに留学してるっていう状態で、でエグリントンっていう町で出会ったっていう。素敵ですね。そこを転面されててそうです、めちゃめちゃ素敵じゃないですか。そう、私のそのコーヒーを覚えた場所もたまたまそこの町で、イタリア人が経営するあのカフェみたいなところで働いてたのが初めてです、はい、それなんかワーキングホリデーみたいなことですか。あ、そうです、ワーキングホリデーで働いてました、はい、日本に帰って一応あのカフェをしたいなって、あの主人とその時から言ってたんですね。そうなんです、はい、なるほど。お待たせしました。 ありがとうございます、はい、どうぞ。ありがとうございます、はい、こちらドリップコーヒーです、はい、はい、じゃあいただきます。はい、美味しいです。美味しいですか、はい、嬉しいです。めっちゃ落ち着きますね。深すぎず、なんかちょっと爽やかみもある感じが、なんかコクの中に酸味を入れていただいてて、うんうん、なんか堺の方って結構苦いコーヒーが好きなんですね。あ、そうなんですか、はい、なんであの酸味の入ったコーヒーを飲むのがあんまりそういう習慣がないんで、うんうん、なんでちょっと堺の方にもこの酸味の美味しさを届けたいっていうので、なるほど、これを選んだんですよ。僕こういうタイプのコーヒーすごい好きなんですあ、本当ですか。ちょっとフルーティーっぽいっていうか、でもなんかこのお店にもこのおしゃれな感じに合うちょうどなんか味あ、本当ですか、はい、そんな感じしますね。ありがとうございます。もともと大阪の方なんですか。はい、大阪で、ここ地元なんですよ。あ、そうなんですか、はい、全然堺の感じの、あの、あ、話し方ですよね、はい、なんか相手の方 の、 あのお話の仕方につられていつもそうなんですね、なっちゃうんで、外国の方だったら本当にそんな感じの喋り方になっちゃうんです、カナダはどのぐらいいらっしゃったんですか。カナダちょうど1年。あ、1年、はい、でご主人と出会われて、それ結婚はいつされ、最近ですか。で結婚結構でも前です。もう8年目ぐらいなん で、 ああ、そうですね、カナダに行った時がもう10年ぐらい前なんですね、はい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 、
なんでその後行って2年後ぐらいに結婚してます。はい、出会った、はい、あと2年後ぐらいです。旦那さんどんな方なんですか？旦那さんですか、まずあの韓国人なんで、ちょっと日本人とは違うんですけども、面白いですね。優しくて面白いです。一番いいですね。冗談が上手いってことですか？ちょっとあの冗談なんですけども、 あれっていうかなる時もあるかもしれないんですけども、ずっと昔から冗談とかは言ってます。2015年に日本に移住した夫のヨンジュさん、この日はお仕事が早く終わったそうでお店に来てくれました。どういう感じであの2人出会われたんですか？唯一いた一人日本人の友達がいたんですけども、はいはいはい、その方がなんかあの一緒に遊ぼうって言った時にその場所に彼がいてて、そこで出会って一目惚れですか？そうです。あー、次やなんてなって。そうですね、その時、あ、やっぱり好きやなと思って、それで映画見たけどその日断って、断ったというか、なんていう、そうだね、なんかいろいろあって断っちゃって、一回なんかどこか海のところ行ってバーベキューしたんですよ、で、その日から付き合って10年です、今。何があったんですか？何もなかったんですけど、推しがすごかった。推しがすごかった、もう、はい、負けない気がしたかな。ネバーギブアップって言ってました言ってました。すごい、はい、やりましたね、はい、ありがとうございます。そのダメだった時は映画は何見たんですか？何の映画見てたんですか？なんかファンタジーなんですけど、はい、名前が忘れたんですよ。なんか人間がウルフになって、なんかファンタジー系でした。あ、なんかそれダメそうな気がするその恋愛系ではないです。あ、もうあの時間に映画があれしかなかったので、エグリントで見ました。実際今1年ぐらいこうカフェやってみてどうですか？なんかでも毎日がもう一瞬で終わっていくんで、もうなんかバーってもう1年経ったっていう感じで。そっか、もうでも楽し毎日でも楽しいんで、本当に何のストレスもなく私はもうフリーダムにやらせていただいて。最高ですね、それは。はい、もうめちゃくちゃ、はい、最高に毎日を過ごしてます、ね、小野さんお手伝いはされてるんですか？あ、僕は一応仕事行く前に朝とか、はい、帰ってきてから洗い物ぐらいで、僕はまだコーヒーとかはまだ作れないんですけどサンドイッチとかはもうたまに手伝って。あ、サンドイッチもあるんですね。おすすめのメニューはそのコーヒーの他だと、食べ物だとサンドイッチがおすすめですか？そうですね、ホットサンドって言って焼いてるものなんですけども、はい、そちらのサンドイッチが結構ボリューミーで、はい、あのお腹いっぱいになるっていうのでは人気ですね。あ、そうなんですか、はい、じゃあお願いします。はい、わかりました。ちょっとだけお待ちくださいね。はい、はい、あの奥さんのどんなとこが好きですか？もう全てのことを好きなんですけど。全てじゃダメですよ、やっぱりちゃんと一個ずつ言ってかないとですけど、はい、今もう一番好きなのは、はい、一緒に行ったら落ち着きます。なんかでちょっと真面目なので、うん、そういうところが僕に僕とちょっと違うところなので、なので真面目なところは一番真面目なところもう好きか尊敬できるところ。尊敬していらっしゃるんですね、はい、そうですよね、うん、国際結婚ですもんね。そうですよね、はい、ご両親同士なんか挨拶する時とか大変じゃなかったですか？あ、一応僕のもう両親はもうチームのこと大好きで、もう最初からずっと僕は日本来るまでには今も喋れないんですけど、日本来る時はもう本当に何も喋れなくて。あ、そうなんですね、はい、あのお父さんに結婚 したいですの話をお話をする時も、あの僕の妻が隣で訳しながら通訳してくれて。そうです、それでその時すごく怖くて。そうですね、お父さん最初は結構怖かった。今はなんか結婚してからはもうすごく仲良くなりました。あ、よかった。はい、ありがとうございます。うわ、美味しそう。どうぞ。すいません。うわ、美味しそう。どうぞ。こちらはよかったら食べにくかったら下にこう挟んでハンバーガーみたいに食べたりできるので。 はい、ありがとうございます。ちょっと熱いで気をつけてください、はい、美味しそうですねこれ。あ、ちょっと待ってください。大丈夫です、はい、いただきます。はい、じゃあうまっ噛んでない。めちゃくちゃ美味しいですね。あっちいと思います。うん、いや美味しい、すごい美味しいですこれ、はい、チーズと卵をサンドとハムと、はい、はい、入ってます。うん、すっごい美味しいですこれ。嬉しいです。人参もいただきます。人参も、はい、はい、作ってみてよかったら。
味しいです。あ、ありがとうございます。オリーブオイルがかかっている。あ、そうですね、はい、一緒に食べると結構美味しいです。なんか漬物じゃないですけど、そんな感じ。そうですね、はい、うん、僕堺のイメージはもっとあの、なんだろうな、いや、こういうおしゃれなイメージは自分の中で堺のイメージなかったんですけど、で自分のなんか考えを改めようと思いました。ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でご自身の話を聞いていきます。楽曲を作るときに大事にしてることとかありますか？そうですね、あの、まあ、音楽面で言うと、いかに踊れるか、聴いた瞬間にこう踊り出したくなるみたいな、そういうところは気にしてます。あとは歌詞で言うと、まあ、僕の作る曲のタイトルが割と、まあ、面白めなことが多いんですけど、そのまま面白いだけだとあんま音楽として、まあ、僕もリスナーとしてはそういうのただ面白いだけだって聞きたくないなと思ってて、働いてた経験はめちゃめちゃ関係あると思ってますね。で特にあの初期 の, あのアルバムとか、ジダンっていう曲があるんですけど、それがテーマはね、あの横領なんですよね。上司の横領を知った部下が上司に対してどうすんのみたいな揺さぶりをかけるみたいな、あの歌詞なんですよ。実際にそういうことがあったっていうことじゃなくてフィクションなんですけど、本当はあんまり歌詞気にしてなくて、音楽がいかにかっこいいかだけを結構追求してるとこあるんですよね。クラブでかかったらどうだろうみたいな結構思い描きながら作ったりすることあるんですよ。なので、まあ、そういう本当に踊れる曲と思って作ってるんで、あのぜひ踊りたい人に聴いてもらいたいなっていう感じです。